エリソン・ショージ・オニズカは、アメリカ空軍の大佐で、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。日系賛世。アメリカの宇宙計画で、初のアジア系の宇宙飛行士で、世界全体でも、ソ連のソユーズで飛行した、ベトナムのファム・トゥアン、モンゴルのジェクテル・デミット・グラブチャ、インドのラケッシュ・シャルマに次4人目のアジア系、宇宙飛行士である。1946年6月24日。 ハーイ州ハワイ島コナで、コーヒー農園を営む父、マッサミツと、母、ミツエとの間の4人指定の3番目として生まれる。両親は共に日系2世で、父は福岡県受け橋、母は広島県にルーツを持つ。第二次世界大戦で戦った第442連隊戦闘団の話を幼少期より聞き覚え、生涯を通じて意識する。小学生から高校生まで、 ボーイスカウトで野球部や新聞部員として活動し、最高位のイーグルを授かる。小学生時代、ユーリガガーリンの宇宙飛行を見て宇宙に憧れ、ロケット実験と称した花火でのいたずらをしたが、母は驚くものの、叱りはしなかったという。1964年、ハーイーで、地元の小名前な高校を卒業後すぐ、コロラド大学へ入学、航空宇宙工学を専攻し、 奨学金を得て、アメリカ空軍予備役将校訓練課程を受ける。在学中の1968年2月20日、父の死去に際し、母を心配して、大学を辞め、ハワイへ戻る決心をするも、勉学の継続を母が促す。1969年、大学卒業時に空軍将尉に任官。卒業翌日、 大学時代からの日系人の恋人と結婚して、後に二人の娘を設ける。空軍エンジニアを務めながら、アポロ11号月面着陸のテレビ中継に影響されて、宇宙飛行士を目指す。1978年、スペースシャトル計画第1期飛行士候補へを応募し、8079人の志願者から同期35人と共に選出される。 スペースシャトルチャレンジャー号乗組員として選抜されるが、たびたび打ち上げ延期になる。1983年6月に来日、6月13日、自身のルーツを探したい旨の記事が、西日本新聞に掲載されると200件長の情報が寄せられ、祖父母の墓を見出して、血縁親族の所在も判明する。6月23日には同年日本で開催された。 大スペースシャトル展の東京会場開会式にて、同展の目玉展示であった、スペースシャトルパスファインダーの前で記念スピーチを行っている。翌6月24日には、家族と共に、父方故郷の福岡県浮葉郡浮葉町に母さんし、同町の浮葉中学校で記念公演を行った。1985年1月24日、STS-51C ミッションで、 ディスカバリーの登場運用技術者として登場する。同乗のローレン・ジェームズ・シュライバー・アメリカ空軍大佐曰く、箸で日本料理を食べ、日の丸の鉢巻キや、旗、ハワイのマカダミアナッツや、粉コーヒーを持ち込み、ハワイアン音楽をかけていたという。1986年1月28日、STS-51 エルミッションで、 チャレンジャーの登場運用技術者として登場し、チャレンジャー合爆発事故により39歳で殉職する。殉職時の階級は中佐、後に大佐に特進。本人を称え、ハワイ島、マウナケア山のマウナケア展望台ビジターインフォメーションステーションが、鬼塚センターと名付けられ、粉国際空港が、エリソン鬼塚粉国際空港に改名された。同空港にある、 鬼塚スペースセンターに宇宙服などが展示されていた。現在はホノルルのハワイ日本文化センターに展示されている。また、カリフォルニア州には鬼塚空軍駐屯地が所在した。浮橋浮波町高圏にあるエリソン・鬼塚橋の下流川親柱に設けられた協領名のプレートとエリソン・鬼塚の略歴を記した説明版3月19日撮影。ありがとうございます。